想定内へ変えるために、鹿児島県喜界町立喜界中学校3年小山光。ここで大きな土砂崩れがあったんだよ。8月6日、車で龍ヶ水の国道を走っていた時、母が言った。大きな土砂崩れ、それは私が生まれていない1993年の8月6日に起こった86水害のことだった。気になって調べていた時に、龍ヶ水で起こった土石流の再現映像を見つけた。人々のために災害と戦ったある警察官の話だ。その年、冷夏や豪雨など日本各地で異常気象が起きた。いつまでも梅雨明けしない鹿児島付近では梅雨前線が停滞し、100年に一度の大雨に見舞われていた。龍ヶ水駅では運行していた電車は線路が冠水し、その反対側を土石流で塞がれた。その結果、電車内で650人が孤立してしまった。夏休み中ということもあって、電車も混み合っていたそうだ。この辺りの地層は、硬い岩盤に軽石が薄く張り付いており、また、急斜面の谷が多く重なり合う地形のため、水害や土砂崩れが起きやすいと映像の解説にあった。1977年にもこの場所で大規模な土砂崩れが発生し、9人が死亡している。危険だと判断した車掌は乗客を国道に避難させた。しかし国道は車が多く渋滞しており、泥水が次々に流れ込んでくるため逃げ場はなかった。そして全員が避難した頃に2度目の土石流が発生。人々はパニック状態になっていた。桜島フェリーが救助要請を出されていた中、桜島の裏側からも漁船が救助に向かっていた。養殖いかだや漂流物が多く、大きなフェリーでは接岸できる場所がなかったからだ。そして3度目の土石流が発生し、逃げ遅れた10名が海に投げ出されてしまった。死にかけていた警察官だったが、瓦礫を押し上げ土石流から生還した。そして自分が負った怪我を忘れ救助に移った。漁船でやってきた漁師たちも、骨折した人やお年寄り、小さな子供を優先に救助を始めた。国道は膝上まで冠水していた。いかだに捕まって凍えている人も救助し、最後の船が出た。警察官の8時間の死闘が終わった。危険にさらされた650の大切な命、全員は助からなかったと彼は泣いていた。私は死にそうな体で最後まで救助を行ったこの警察官や協力した人たちを素晴らしいと思った。私が以前住んでいた場所でこのような大きな災害があったことを私は知らなかった。今住んでいる島も無縁ではない。私が小学4年生の時、喜界町で50年に一度の大雨が降った。その時の道路は泥水であふれて、たくさんの車が行き交っていた。親が子供たちを学校に迎えに行ったからだ。きっと龍ヶ水付近もこのような状態だったのだと思う。それに加えて逃げ場もなく、いつ土石流が発生するかもわからない。人々がこの恐怖と寒さ、不安でパニックになってしまうのは当然だと思った。私たちがこのようなパニック状態になってしまうのは想定外だからであると書かれていた。100年に一度だからといって86水害は決して特別ではない。普段からの備えをしていくことによって想定内にしておかなければならない。その大切さを専門家は私たちに訴えている。私たちが訓練をする意味や、昔の災害について学校で何度も学習する意味がよく理解できた。人間は自然災害に抗えない。想定外を想定内にするために地域の人々は真剣に取り組みを考えてくれている。それを私たちが無駄にしてはいけない。もっと一人一人が過去の出来事について理解し、訓練の時には真剣に取り組む。そして今ある知識を周りの人に伝えることが大切だと思う。86水害の大きな原因は異常気象だった。私たちは今異常気象の中に生きている。地球温暖化が進み、降水量も増えてきている。
土砂災害の危険は十分にあり、他人事ではないのだ。想定内の状況に近づけるため、これからの生活を変えていこうと強く思う。